どう今回のまあまあ加工ぼちぼち前回よりかは全然良くなってきたよね。前回よりかは、うん、まあ簡単には使うわな、うん、クロスマンは。はい、皆さんおはようございます。今日もあずございます。ドライブの宮城です。ちょっとねこれ朝や一番にやってるんでね、まだ宮城脳が動いてないです。おはようございます。はい、おはようございます。金本さんも脳が動いてないみたいですね。おはようございます、はい、今日何してるんですかこれ。今日は何行きますか。今日最近ね、なんかあの YouTube 撮っていいですかではなくて YouTube 撮っといてくださいねっていうなんかリクエストが最近すごい強制ですね。強制なんですよ。はい、はい、で今日は何を撮るんだったかな。何言ってますかね。あれかボロスマンがあれですよ、徐々にフロスマンになっていくっていう、動画ですね。はい、今日もね、ノマはシコシコやっておりますね、あれ。なんか聞こえてますね、シャキ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 。来る日も。まだダメですよ、こっちはダメですよ。あ、まだダメ、まだダメ、まだダメ。ダメですよ。これ。完成。できた。ロックな M4 できたよ、これ。ロックです。これアクリルのテプラ透明です。おお、もうもうヨシキのドラムみたいなもんやね、これ。ヨシキな。ヨシキのドラムみたいな。ヨシキな。もうこれどんなねタイヤ出してもタイヤあのフェンダーに干渉することはないんで。測るとこがない。もうどんなも 15J とか 18J とかでもいいと思いますよ。はい。はい。ってことで。このね、純正フェンダー意外とね軽いのよ、これなかなか優秀で。はかりちゃん、よいしょよいしょ。どのぐらいやろね、これ。どのぐらいやろ。どうですか、軽い。お、でも全然乗ってる。軽いよね、やっぱ、うん、これ乗らんねん、この上では。乗るかな。下、危ない、これ。どうしたら、どうしたら。これ、いかんわ、乗らんわ。下やな。よいしょと。よいしょ。よいしょと。よいしょと。これどうないしよう。養生をして。よいしょと。1.63。見えるか。うん。1.63。まあなかなか軽いね。うん。急になんかプラスチックのくせに3キロちょっとあったね。です。優秀やんな。うん、すごい。これめっちゃ優秀やん。金かかっとるね。高いだけはありますわ。はい。じゃあちょっとシコシコしてるやつを測ってみようか。うん、ちょっと貸して。軽いは軽いね。まあ穴だらけでこの内側とかいいね、これね。お、内側までカーボン。ね。うん。こぶっけてね。これはいい感じで抜けてくれて、あのダウンフォースも効くだろうし。ブレーキの、ね、温度なんかも安定してくるだろうし、
なんかここ抜いたらね、なんかトップスピードが結構伸びるらしいですよ。まあ、やったことないから知らへんけど。うん、そうでもないですね。まあでもね、いいねこれ。ボロスマンの名刺ついてるねこれ。金本の名刺も後で貼っといて。もう後で貼っといて、電話かかりまくってくるんで。さあ何キロやんねこれね。ちょっと重い。1.41。うん。まあ増えてるからしゃあないな俺。うん。ここの部分とかな。まあ純正アルミ片だからあれ軽いわ。ね、すごいですね。なか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 あれやな、純正強敵やな。うん。違いでいくと思った感じこっちの方が軽いんだよ。なんで固まってるんですかそこで。何固まってんのそこで。せーの、あっち向けたりもするよ。まあ違い、まあ裏までカーボンでね、萌えね、まあしかしそのままはつかない、そのままで使わないのがフロスマンの呪いですよ。はい、一応右側ねつけてるんだけど、まあこういう感じで。お、ついてる。はい、まあここビューンと抜けてね、うん、あこれまだ加工してないけど、こうぐるぐる回った風がこっからピュッと出て自分の飛び石まみれでぐじゅぐじゅになるわけですよ。おお、うん、自爆ですね。自爆ですよ。まあどうなんやろね、格好もいいし、まあ、良くなっていくでしょう、うん、はい、まあ、ただね、ポンと交換ではつかないんで、このね、はい、苦戦してます。まあ、基本フロスマンってレーシングパーツなんで、うん、はい、まあ、こういう風にですね、全部取り付けの穴とかも作らなあかんし、うん、はい、まあ、大変ですよ、はいはい。なんか来たよ、ひじきのおじさんが。あ、ひじきさんが来た。ひじきのおじさんが来た。どうもひじきさん。今日のひじき？今日のひじきです。今日のひじき。取れたてです。どこの海でパクってきたの？瀬戸内からパクってきた。新鮮だね、はい、新鮮だ。広島からミネラルたっぷりで、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、まあ完成が楽しみということで、はい、はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。はい、してますな。楽しい。もう怖いわ。楽しい。でもこれ M4 アルミやん。うん。非電気おもんないな。マジで。見てる方はハラハラなんですけど。来たろか。やめて。責任取って指つみましょうか。何ですの。取られたんですか。今日は何するんですか。これ。ちょっとおもろいもんできた。うん。なんとこれ。負圧が調整できる、自由にね、ピッピッピッって曲げる、好きな角度に折り曲げていくんですね。そう、汎用のフロントフェンダー。お、フェンダーじゃないわよ、フェンダーダクト、フェンダーベントね、ベント、はい、これね、はい、これね、まあ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 ね、汎用性高くて、うん、46、92、82、うん、幅広い、まあ、大体の BMW のここのフロントアーチって大体似てるのよ、うん、だから大体合うように作ってる。結構このあるが肝。結構難しかった、うん、結構難しかった。これちなみに安藤、おどうでもいいけど、あ
ルミ炭蔵です炭蔵ですね、はい、炭蔵です。5000番台なんでね、はい、ワークのリムと一緒やね。あー、うん、材質的にはね、でブラックアルマイトね、マックスのブラックアルマイトで仕上げてます、うん、まあどこに使ってもいいんやけど、はい、まあ、基本的には一応ここですよ、うんうんうん、これは2枚でね、あの3万3000円お安い、はい、あとはもう好きなように切り刻んでください、ね、うんうんうん、どこでもいいんでね、はい、はい、トリセツというトリセツはないの で, ないです、はい、好きなようにこの内側で切ってくださいね、はい、と、はい、いうことで切ってますよ、はい、なあっちもあっちはなんか元から開いてるやつつけてますけどです、ね、違うところを切られてました、うん、はい、こっちは表を切っておきます。表を切る、はい、はい、ということで、あの緊張して失敗したらいかんのでちょっとカメラ止めてもらっていい、はい、じゃあ、あの、ま、キャーとかヒーとかやめてくださいね、はいはい、じゃあお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ということでテンションが上げ上げになる、ちょっと荷台ができたよ、なんか今動きがおろおかしかったよ腰をしますよう、わ、何これ、何これ、それ何わぜすえ、何ですかこれは、穴穴カーボン炭素のおじさん、炭素穴だらけやね、これ穴だらけですね、せこいなこれ、またせこい炭素がまあでもあのこっちの方が軽いんかなと思ったら純正の方が軽かったっていう、まさかの ね, ね、まさかのせこいよね、ちょっとせこいところをちょっと待って、うん、こっちちょっとこれもねなかなか大変で、はい、見えんかこれ、見えるかな、まあ、ここまではフロスマンね、こうバゴッと、うん、こう中でこう乱流が起こってるんだけど、こうちゃんとガイドを作ってね、ちょっとここから動かすよ、おお、そんなになっとったんですか、これなんでかいたら、まあここが制御しやすいように手入るからね、ここからもね、ここの内側とかもね、あの普通の M 方向を蓋してるから、お前のできへんのっていうのに、うん、内側まで洗えるで、俺の内側洗える自分の洗えるとか、うん、意味のわからんあれがね、なんか競い合いが始まるんですねそうやね、これ絶対でも効くよ、うん、うん、こうねぐる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 回ったらこうで風が巻くやろ、うん必死ですね、うん、まあなかなか難しいな、この感じ、うん、まあ、前からの風もあるし、下からもあるし、あるし、この回転してる風もあるし、うん、まあ、いろんなこう渦というか、まあ、乱流が起こってるんです、ここにはね、うん、で上から抜く、下から抜くということで、あの整流してあげることでね、うんうん、まあ、熱を抜いたりもできるし、まあ、結構ここ抜くとね、なんか GT3RS とか純正で履いてるんだけど、うんうん、なんかトップスピードが結構変わるらしいんだね、だからすごくね、あのまあ、さっきと行かれる方なんで、ちょっと ね、感想楽しみですね、そうやね、うん、そうやね、うん、多分洗車のコツとか教えてくれるで、はい、うん、で、はい、こっちもね、こっちはお手軽のやつ、こっちはお手軽の汎用フェンダーベント炭蔵です、炭蔵です、うん、今なら3枚の消費税です、はい、明日も3枚の消費税です、うん、明後日も同じです、1ヶ月も同じです、一緒です、はいはい、これは簡単でね、好きな形にあの適当なところに自分で合わせて、うん、チャイーンと切ってペンペンペンと打ったら終わる、うんうん、でもこちらね、自分でこうルーバーの角度を変えてですね、お好きな角度にしてもらうことによって、うん、風圧が調整できるんですよ。なんか今日はちょっと寒いからあんま抜きたくないなと思ったら起こしてもらう。ああなるほど。暑いから抜こうかなと思ったら抜かしてもらう。うん。隣のおるやつが嫌いやなと思ったら暑い熱気をそいつ向けて出してもいいんで。おまあ、使い方は無限大ですよ。今日は北風やなとか。あ北風やなとか。なるほど、ね。北風やったらどうするんや。北
北風やったら、まあ、そこ走るどこにもよるんじゃないですか。なるほど、なるほど。まあ、これビラビラつけてな、運動実験したい人はしてもらってもいいし、うん、そうですね、うん、効果があるんかないんかは知らん。相互期待、相互期待ではない、交互期待、 そこはね、うん、お客様のご自由に、ご自由に、はい、うん、まあまあ、おすすめとしてはここ 1,2,3,4 ぐらいまでは角度きつめがいいと思う、うん、あ、全体をじゃなくて、こう風が当たってここにバーンと風を当てたらこう上がるでしょ、うん、空気が、うんうん、そうすると風圧というものが起こるので、ここから引き抜いていくと。3枚目までは何度とか、まあ、5枚目から何度とかなかなか細かいな、細かい細かい、そうやな、うん、ただやりすぎるとこれアルミやから折れるよ、パキッとねいっちゃうんで、ほどほどにほどほどがいいと思います、はい、はい、まあ、こちらもね、全然通信販売とかできるんで、はいはい、お気軽にお問い合わせいただければ、即日出荷できますので、はいはい、合わせてよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、はい、ということで完成はさっき見せたんかやっぱ着地させるとかっこええな、せやせっこいなこれな、うん、せこいな、なんかライトアップされてるなせこい塊やで、せこい炭素おじさん、せこいよな、うん、こういうとしたんやけどブレーキなんか青ざめてない、お、青、青ざめとるな、うん、ブレーキも青ざめるほどかっこええみたいな、おお。思いますね。ええなこれ、うん、ブーって巻いて、巻いてな、こうこうこういってな、キャーッとキャーッといってな、キャーッといって、ここぐちゅぐちゅなって自分のここも多分飛び石まみれになって、ここもめちゃくちゃなるんやろな、なあ、でもね、うん、そういう時にええもん俺知っとん、あるあるやん、我らがエステックあるやん、あー、そっちね、そっち、そっちに飛ぶな、あれ貼っとけええねん、そうだな、うん、まあでもかっこよくなったな、これでちゃんとキャリパーもいいの入ったらすごいピシッとした筋が通るよね、青ざめようにな、青ざめやぜもう一本のピシッとした筋が通る、うん、うん、いい、今はこう、こんな感じやけどなこんな感じやけどどんな感じやねんってだいぶ壊れてますねまあまあまあ、かっこええよ、かっこええよ、これあれここ取ったんかな、ちょっと待って、こっち前多分ここ取ってないよね、こう開けてもせこい、映るこれ波映る、パンスト波これ映る、難しいか、ちょっとな、暗い暗い、こっちとか見える？こうちらっと見えてるやん。こうな、こうすぎって。金本の目では。俺の指とか映る？これ。映ってない。網台やな。網台、網台。2枚重ね、2枚重ね。前重ねやで、これ。網台なのに。目の大きいの、粗いのと細かいのと、うん、コラボレーション。はい。うん、あれ？お？ここ変わってないね。これ違反やね。あれ変わってない。うん。もうチャーパイも変わってないね。これ逮捕やね。うん、うん、これ逮捕やね、逮捕、まあ、ボンネットを開けない方がいいですよ、締めときましょうまあまあおいおい、おいおい、おいおいということで、おいおい、楽しみはね、はいはい、ということで、いはい、あと何か何かやったっけ、やってないか、うん、はい、ということで、いはい、まあ、とってもセコイ M4 できちゃ、ま、できましたよということでした、はい、はい、ということで、相変わらずやっぱこいつアホやなとかおもろかったなと思う方はぜひぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、はい、ということで、また次の V でお会いしましょう、バイバイ。